ロマ語。ロマ語、ロマ語、ロマニー語、ジプシー語は、インドヨーロッパ語族インド語派の言語で、インドから、北、アフリカ、ヨーロッパへ移住した少数民族ロマ、ジプシーが使用する。ロマは国家を持たないため標準語はない。方言が非常に多様で、20群60種類以上に分類される。もともと固有の文字はなく、現在では、ラテン文字で筆記されることが多い。 サンスクリット語が起源であると言われ、現在生きたインドで使われている、グジャラート語、ヒンディー語、カシミール語などの諸言語とも、語彙、文法などの点で関連性があることが指摘されていい。また、何百年という年月をかけて、広大な地域を移動したことにより、彼らの通過地及び、滞在地の諸言語との相互的影響が見られる。 ロマがインドからヨーロッパへ移動する間に関与した言語にはペルシア語、アルメニア語、アラビア語、トルコ語がヨーロッパ侵入後に影響を与えた言語にはギリシア語、ロシア語、ルーマニア語、ハンガリー語、さらにドイツ語、フランス語、英語がある。近年ではロマの流浪範囲が狭くなり、一つの国から外に出ることが稀になったため、 ますます接触言語の影響力が増してきている。このことは、ロマ語の方言化と和者の減少を加速させ、言語の消滅も危惧されている。極初期のロマ語の実態に関する確かな歴史的な文献はない。また、ロマの先祖やインドア大陸からの移住の動機についてのどんな歴史的な証拠もない。ただ、インドアーリア語における聖区分は、 7から10世紀頃にかけて3つから2つへと変化していることから、ロマ語はこの頃にサンスクリットなどの影響を受けたと考えられ、ロマの祖先がインドア大陸から出たのは10世紀頃と推測される。南アジアからの出発の後、狭い範囲のクルド語とアルメニア語、比較的長期に滞在していたトルコのアナトリア地方の言語やギリシャ語の影響が認められている。 13世紀の前半に始まるモンゴル人の欧州侵入は西方移住の引き金となった。ロマ人はその後欧州の広い範囲に離散し、点在しているロマのグループは地方の共同体の文化が発生し、それは多くの異なった方言に分かれた現代のロマ語に大いに影響した。今日、ロマ語は42の欧州諸国で小集団によって、 話されている。イギリスのマンチェスター大学は多くが消滅の危機下にあるロマ語方言の転写プロジェクトに取り組んでいる。広範囲を流浪していた頃から、ロマは占い、行商などを制御とする上で、様々な国の言葉を話せる必要があり、ロマ語だけで生活する者はけうだった。しかし、昨今では定住するロマが増えたことに加え、テレビラジオの普及のため、 ロマ語話者の減少、高齢化と、ロマ語と接触言語との混合が進んでいる。その一例として、イギリスのジプシーに話されている、アングロロマニー語が挙げられる。これは、英語の影響が著しく、以下のように話される。You are just sing to the v i like car to fetch more.Manj can e a r the b o b a l in the r a c k アングロロマニー語では、名詞、代名詞の性や格が消失し、 複数、所有を表す英語のマイナス S が用いられており、もはや語彙程度でしか、ロマ語の限定を止めていない。歴史的には、ロマ語は文字を持たない言語である。近年に書かれた学問的、大衆的ロマ語文学の圧倒的大多数は、ラテン語を元にした文字を用いている。ロマ語のアルファベットを統一しようという試みは、過去にあったが、ある一つの方言を選択する方法にしろ。 複数の方言を融合させる方法にしろ、ロマ語の標準語を定めることはできなかったため、アルファベットの統一もかなわなかった。現在では、それぞれの方言に固有の表記方法を認めるのが主流の考え方となっている。ネイティブア社がここで筆記する際には、ルーマニアではルーマニア語、ハンガリーではハンガリー語といった具合に、周辺の主要言語の記述方法を基礎とするのが、 最も一般的である。その場合、それぞれの国の文字に、ロマゴの発音を反映する特殊なアルファベットを課し、ロマゴの発音に近く表記される。表記差の一例を示すと、ロマゴという意味のフレーズである、ロマニーセブは、各方言で以下のように書かれる。ロマニーシブ、ロマニーシブ、ロマニーチーブ、ロマニーチーウィー、ロマニーチー、ロメニッチブ、ロマニチャブ、ローミニチブ。 ロマニ一部、ラモニ一部、ロマジ支部。一方で、ネイティブ和社のネット上や、E メールのやり取りでは、英語やチェコ語由来の聖書法が用いられる傾向も、現在確認されている。言語学者の間では、パンブラックスポーという表記方法が指示されている。これは、イアン・ハンコックによって提唱されたもので、以下のように表記する。ロマ語の音声システムは、 ヨーロッパの言語の間ではそれほど珍しくない。最も特徴的なのは、有声音、無声音、有機閉鎖音の3つの対比が見られる点で、PTK や BDGD、PHTHKHH が挙げられる。また、発音を持つ方言では、口外水音や波長系フルエ音、R、ソリ絶音、または、で発音される。以下のは、マゴの、 主な音を示す。音素や挿入国は、それぞれの方言によって異なる。東ヨーロッパ、東南ヨーロッパのロマ語方言は一般に、公害音化した詩音を持つ。中舌母音やを持つ方言もある。長母音はしばしば西ヨーロッパのロマ語方言に見られる。接触言語からの借用語には、よく母語に泣いたの音素も含まれている。ロマ語の中でも、 保守的な方言は一部の設字で例外も見られるが、小松の強制を保っている。中央、ヨーロッパ及び西ヨーロッパの方言には、強制がこのより前方に移ったものが多い。小松においては、優勢シーンは無性化し、気温は無気温化する。しかし、以下の表のように、表記上は優勢音、気温がそのまま保たれる。ロマゴは、 他の近代インド語と比較して古風なン特徴が見られる。例えば、サンスクリット語のマルタ、シンダは、ヒンディ語でムアというが、ロマ語ではムーロとなり、語中の R を保持している。また、サンスクリット語のトライ、サンは、ヒンディ語でチンというのに対して、ロマ語はトリンであり、語頭の TR マイナスが保たれている。ほとんどのインドアーリア語では S の区別がなくなり、 一つに統合されているが、アルメニア方言を除いた、ロマ語では S の2種が残っている。男性名詞、女性名詞、単数と複数の区別がある。また、語順は某有生物と無生物で体格の変化が異なる。例えば、レイクロ、少年の体格は、レイコールズと変化するが、モンロー、パンの体格は、主格と変わらない。 単数の覚悟日と複数の覚悟日が同じであることは、携帯法の硬着性を示しており、ハンガリー語やベンガル語、パンジャブ語にも同様に見られる。不定法の消失が挙げられる。I want to eat のような表現は、I want that I eat のように表現される。これは、バルカン語法と呼ばれる。バルカン語法は現代ギリシア語が起源とされ、アルバニア語、ブルガリア語、 ルーマニア語にも普及している。ヨーロッパの各言語に見られる普遍的な内容のものが多く含まれるが中にはロマの流浪生活、気質が現れた独特なことわざもある。いかに例を挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。